川上玄祭は、幕末から明治時代初期にかけての尊能上位派の熊本藩士で、ある、意味川春秋、幕末の四王一切りの一人とされる。明治維新後も上位を強固に主張し続けたため、藩と新政府に危険視され、残首された。また、漫画、ドゥローニ謙信の主人公、日村謙信のモチーフとなった、日後細川藩熊本城下の新馬尺長で、 下級藩士、小森帝介とその妻若の次男として生まれた。はじめ名前は、彦次郎であった。同藩の同じく下級藩士の川上玄兵衛の養子となり、なお玄祭と改めた。16歳で、茶坊主として、藩主邸の花畑屋敷で飯抱えられ、藩主に近所、掃除坊主から、国老夫坊主に出世した。儒学者、轟武兵や、国学者、 林桜園に支持し、神風連の大田黒智親かや政権とともに、兵法を宮部定蔵に学んで、尊老上位の思想を固めたのもこの頃で、現在は特に排外主義的な上位論者であった。文久の頃より、清川八郎王党と交わり尊老上位派として活動。蓄発して、創籍を脱出する。文久三年、熊本阪神平選抜となり、 宮部啓蔵らと同格の幹部に押された。容姿は、身の丈五尺前後と小柄で色白であったため、一見女性のようであったという。県は、下流で、片手輪刀の達人であったと伝えられている。宝器流依頼を修行したという説もあり、当時、熊本藩で最も盛んだった依頼が、宝器流だったということと、諸作こそことなるものの宝器流には逆毛先りの号が、 多い点がその根拠となっている。8月18日の政変後、刑部を追われて、長州へ移り、三条、耳の警護を務めた。以後、長州人の上位派と親しくし人脈を作った。源氏元年6月の池田屋事件で新選組に、打たれた、宮部定蔵の仇を打つべく再び警へ向かったが、7月11日、西洋の馬の蔵を使って神聖な。 京都の町をカ歩していたという理由で、後部合体派で、開国論者の重鎮、佐久間昭山を衝動的に切った。7月19日には、金門の兵に、長州側で参加した。第二次長州政罰の時も、長州軍の一員として参戦、勝利を挙げた。このために後に、騎兵隊の総帥に、推挙されて、脱退騒動に関与することになる。慶応三年に、 説得のために規範するが、熊本藩は、砂漠派が実権を握っていたために逆に投獄された。このため、大政奉還、王政復古、賭場、伏見の戦いの時期は、獄舎で過ごした。慶応4年2月出獄。砂漠派であった熊本藩は、玄災を利用して、維新の波にうまく乗ろうとするが、元新玄は、協力を断った。しかし最後まで脱藩はしなかった。 1868年、明治新政府の参与となった、藩主、細川森久の弟、長岡森吉に従って上京。この頃より暗殺を気遣った長岡森吉の助言で、高田玄米に改名し、その名前を用いるようになった。これは、当時より、佐久間正山の息子で新選組大使の佐久間、つと次郎が現在の命を狙っていると、噂されていたためである。 現在はこの年、中山道や東北地方を遊説して、そんなを説いた。維新後、開国政策へと走る、新政府は、あくまでも、排外主義的な鎖国上位を要求する現在のような、上位論者を疎ましく思っていた。三条、三宮木戸孝義は、現在に変説をなじられたことがあり、京都の要人は彼にもはや会おうとしなくなった。 三条耳は、玄斎が生きているうちは枕を高くして寝られないと、側近に漏らしていたという。明治2年、玄斎は鶴崎に左遷され、当地に優秀館を設立し、数百の兵士を集めて、標法と学問を教える一方、植産振興のため朝鮮、大阪、北海道との交易にも着手したが、藩から突然免職の通知を受け、解散した。鶴崎時代に、 大村松次郎暗殺事件に関与した、大楽玄太郎が逃げてきたので、かくまったために翌年、熊本に戻った際に教授権への関与が疑われた。続いて、3に広沢佐根尾暗殺事件の疑いもかけられて、反国に繋がれ、ついで、江戸送りとなった。明治4年12月4日、日本橋小伝馬町にて斬首された。しかし、大村、 広沢らの暗殺事件への減災の関与の度合いは低く、新政府の方針に従わず、危険な上位論者の反乱分子とみなされたための処刑と考えられている。減災羅勤の派を封じ込めたい、熊本藩の策略とする説もある。時世の歌は、海妙を当たる漢方聖古寺。墓は、池上本門寺。また、京都の妙法院と熊本の桜山神社に仮墓が、 一つずつある。ありがとうございます。